人はみな誰しもきっと自分のお気に入りの白 T シャツがあるだろう。ないわけがない。少なくとも僕にはある。僕にとって白 T シャツといえばこれだ。グッドウェア。グッドウェアは1983年にアメリカのマサチューセッツ州で誕生した T シャツを中心に扱うブランドだ。この T シャツの何がいいって、見た目の良さもさることながら、その生地の分厚さだ。ステーキほどとは言わないが、明らかに他の一般的な T シャツとは厚さが違う。一般的な T シャツはだいたい厚さが 3,4 オンスである一方で、このグッドウェアは 7.2 オンスというヘビー級だ。コットン 100% のメイドイン USA。 よだれが出てきそうな T シャツだ。袖幅が広く、身幅もしっかりと取られていて、いわゆる今風のフォルム。これだけのクオリティとデザイン性を兼ね備えていながら、お値段も6000円ほどだ。欠点も隙もありゃしない。完全無欠のスーパーな T シャツだ。僕は白色のものと少し茶色みがかった生成りのものを1枚ずつ所持している。この夏はどれほど着回したことか。それでも一切へこたれないこの生地がより一層愛着を生む。そうそう、この胸ポケットが意外に便利。マスクを入れたりレシートを入れたりと、やっぱりポケット付きの T シャツっていいな。一枚でこんなにも様になる無地の白 T はない。武骨ながらも上品なこのシャツを着れば、ちょっとそこら辺を散歩したくなる。そんな気持ちにさせてくれるこのグッドウェアの T シャツ、あなたにもぜひ着ていただきたい。僕の言っている意味がきっと分かってくれるはずだ。さあ、明日はこのシャツを着てどこへ出かけようか。今から楽しみだ。